粗品です。監査です。拙者い拙者いライアー。嘘嘘やん。せいやです。いらっしゃい。赤ちゃんみたいにライアーライアー。赤ちゃんかも。ライアー。さあということで監査、監査もうええぞ。いやこれは粗品さんも、うん、確かになって思うと思います。どういうことですか。今回はこちら。え、出た、味噌菌。すごいね。来たか、ついに。味噌菌さんが出したカップラーメン。はい。ご飯の方ね。そうなんですよ。日清さんから出てるんですけど、うん、まあこの日清大手やからね、この、うん、私忖度するんちゃうかとか、うん、なんか言われると思うんですけど、あの日清さん、僕 CM 撮ったんですけど、ズームの一件で日清さん、ぶっ飛んでるんですよ。先輩巻き込んで、今田さんとかみんなで、そうそうそう、撮影したやつな。そうそう、だから縁切れてるんで大丈夫です。やかましいわ。やかましいわ。もう門前払い食らってるんで。何が、いやいや、日さんすいませんでした。いやいや、すいませんでしたじゃないよ。おお、これは監査やね。さあ、この味噌菌、飯の方ね。そう、このやっぱヒカキンさん料理うまいイメージないのよ俺。ないな。もう全くない。なんでヒカキンさんがラーメン出したのかっていうのが意味わからんわけよ。全く意味わからん。確かに。だからちゃんと味がうまくないとこれ成立してないわけよ。そうですね。ちゃんと監査していきます。セイキンさんはな、料理のイメージないよ。何のイメージもないよ。いやいや、じゃあその顔のセイキンさん。そう、セイキンさん。いや、ようやるで、あれ。セイキンさんのイメージはあるんですよ。ないですね。ちょっとヒカキンさんラーメンのイメージないんで。まあ好きなんかな、ヒカキンさんが多分。らしいな。そう。まあ一回ヒカキンさんとはね、2回ぐらいかな、お会いしたことあって、飯も、ね。まあいい人なんですよ。いい人。ただ、いい人が作るラーメンうまいっていうのは私聞いたことありませんから。まあまあ、それ別もんやな。これは商品ですから。マジで忖度なしで行かしてもらいます。ちょっと楽しみですね。はい。あ、ヒカキンプレミアム。ああ。味噌菌な。何これ、まずこれあんま見たことないですね。飯ですからね。あ、これご飯なん。4回ぐらい言ってる。俺4回ぐらい言ってる。そのか、いや、 UFO みたいな虫。UFO みたいな虫。ゆらゆら。あ、これ飯なん。で、珍しいなと思ってた、一発目。お前そっちやろ。ほんまや。ほんまは。ほんまはやろ。じゃあ、飯とラーメン両方行こう。まあ、そうやな。そういうことか。粗品さん、4回ぐらい言ってました。言ってたよ。俺もなんかよく喋ってた。その時に。どうでしたっけ、何も喋ってなかった。なんか、楽しそうに。監査でずっと考えながら喋ってるから、芸人さんは。あ、これこれこれ。そうそう。人の話聞いてないっていうか、もう次の言葉考えてるんでね。申し訳ない。さあ、こちらですね。だからこの飯、目大監査してまうとこやったわ。飯やないかい。ラーメン飯やないかい。やばいやばい。飯やないかい。あ、うまそうやな飯。こんなん出てんの知らんかった俺。2種類出してましたよ。あ、そうなんや。だからあのカレー飯みたいな。そうやな、混ぜるやつ。いいね。そして味噌菌、一応ラーメンですね。すでにいい香り、こだわってるらしいからね。感謝、楽しみ。小型ドローン飛ばしてる。小型ドクターゲロや。ドクターゲロ虫で撮ってる俺のデータ。誰が、これは後からですかね。蓋の上で温めてください。お召し上がりの直前に入れてくださいということで、こっち飯や、危な。監査員として大炎上するとこだ。監査員ってない。ヒカキンプレミアムか知らんけど、こっちプレミアム監査員なんで。いや、うまない。うまない。ちゃんとみんなに認められた監査員なんで。勝負です。監査員。勝負。じゃあ、監査ボーイ。はい。監査ボーイ、監査リカ。監査ボーイ、監査リカ。監査ボーイ、監査リカ。かわいそう。わけみ似てるね。ストップ。言うこと聞か、あ、怒られない。はい。言うこと聞かない、カンサリか。
何さわけだね、カンサリカ。お前もな。こっちも入れてよ、カンサリカ。5分かかるやん、カンサリカ。カンサリカ。1、2、3、4、2、3。3、2、3、4、4、2、3、4、2、3、4、5、2、3。さあ、5分測ってください、監査。5分今から。深いわ。さてと、今日なんか長いな、1本1本。この間に監査メールです。あ、そうですね、どうぞ。はい、私が読めようと思いましたよね。ちょっと思いました。チョレイさん、別の回にせえって。やっぱヒカキンさんのね、ご飯食べる前はちゃんとサラダ食べないと意味わからんねん、お前。監査ネーム、カンサーラ。カンサーラ。私は普段からバーガーキングをよく利用しています、うん、バーガーキングでは店員さんやお客さんが間違えないようにバーガーの包み紙に商品名のイニシャルが手書きされることがあります、はいはいはい、先日の行われたバーガーキング監査を見て、私もメキシカンアボカドバーガーを頼んでみました。すると包み紙に UK と書かれてました。メキシカンアボカドなのに UK と書かれてるのはおかしい、間違えられたかと思いましたが、中身は合っています。そこで気がつきました。え、 UK とはおそらくうまいんかいのイニシャルです。ほんまやな。せいやさんの監査を受けて、そっちの方が分かりやすいとなり、今や記号として定着していました。いや、ちょっとうまいんかいの UK ってよう気づいたね。ちゃうよ、よう気づいた。もう一個あるけど、あ、だって5分、虫入る、とんでもない監査会になる。虫多いな、ここ。何ここ、監査ネーム、若んさ生活のブルーベリーアイ。若さ生活や。せいやさん、日々の監査お疲れ様です。お笑いの仕事もあっての上での監査なので、手が回らないところもあるかと思います。監査対象は飲食店に限りません。飲食チェーン以外にも監査をしないといけないところがあります。それは下売りチューブでスタッフをしている佐川ピン芸人さんの監査です。彼が普段どういう活動をしているのか監査しなければなりません。私は彼のツイッターやインスタでライブの情報をチェックし、監査に行く予定です、うん、たくさんの監査ファンがいた方が精度が上がると思うので、皆さんで監査に出かけましょう、うん、くれぐれもインスタライブをちょっと覗くだけとか、そういうのは監査になりません、うん、お金を払って初めて成り立つのが監査です。まずはファニーチケットで6月20日の佐川ピン芸人企画トップビートコメディのチケットを買いましょう。皆さん買いましょう。アホか。アホか。佐川や、ね、佐川お前監査されるぞ、大丈夫か。ついに来てしまうか。なんて緊張しろかな。見てしまうかってない、ね、お前やろ、これ書いた告知しとるかな、お前。監査ファンの人は、若んさ生活のブルーベリーアイさんが、ね、若んさ生活のブルーベリーアイって。いや、告知したんやったら、なんで自分で監査しむけんねんってことやからな。監査とかちゃうねん、意味わからん。佐川のわけないやん、任せてくれ。俺の近くで殺しすぎ。殺しだぞ。俺の近くで殺しすぎや、お前。何分経った、湯入れて。3分です。そやな、せやな。ちょっと食えよ、お前。いやいやいや、早く食えや。早く食えや、お前。そんな相方おる。カップラーメン早く巻きたいから、カップラーメン早く食えや。じゃあ、鬼やん、お前。じゃもう入れとけや、お湯。いや、それはちゃんとやっぱファンの方にお湯入れてからじゃないと怪しいんだよね。あ、ほら、もうこれもう本家買えへんらしいな、ほんで今もう。え、何？こう味噌菌買えへんらしい。あ、味噌菌な。うん。買えへんらしいよ。俺何のために監査やってんのじゃ。みんな変わる。いやもうバズるためや。あ？いやらしいね。味噌菌、まあ、転売とかね、いろんなあれあるらしいけど、もう買えへんって。転売ダメよ。申し訳ないな、こんな箱で。こんないらんしな。いや、みんなで食べるやろ。みんなで食べようが、えいってことだな。そろそろいけるか。まあ、これを入れ出したらちょうどいいんじゃ。確かに。じゃあ、オープン。ん？正直にね、ここは。うんうん。確かに。さあ、そうやな。古畑やったら10秒で犯人分かるぐらい結構飛びました。わかりやすぎるな、うん、まあ、ちょっと気をつけてください、これ飛びやすいんで。もうそのゴミなん、もうサラダお前の中で。なんでそこで食う。食うよな、後で。当たり前や、いや監査で頭いっぱいやからさ、そういうこともあんのよ。ちょっと今日天然ちゃん炸裂やん、頭待ってへん、まあ、体調悪いからね、風邪ひいてるから。そう、
そう。一回もめん先食え。飯ええから後で。ああ、送ってくれ。結構飛びやすいね、これ。あ、じゃあちょっとそれよくない。ちょっと気をつけないと。このラー油みたいなやつ、特製。ほんで、ティッシュの用意もいりますね。ついちゃうんで。よっ。よっ、ちゃう。不器用なきちゃう、お前はほら、開けんの。まあまあ、もちろん不器用なもありますし、ちょっと気をつけないと。いただきます。おい、せいやさん、うるさいかな。わからん。いや、ほなあかんやん。わからん。いや、わからんな。いや、産まない時に正直に出るやつやで、これ。いや、これね、でも味噌好きな人めっちゃ好きなんですよ。いや、俺もともと味噌ラーメンそんな好きちゃうねん。いや、そう。なるほどな。だから個人的な趣向。あと、今風邪ひいてるんですよ。だから味ほんまに分からん。匂いとかも通じづらい。そう、ごめんなさい、ほんまに。うまいやろ。いや、多分ね、めっちゃうまいと思うんですよ。最悪や。でも正直に風邪ひいてるやつが食うなよ、お前。なあ、ちょ、米の方、粗品さんに食べてもらおうかな。ああ、うん。乗り切った。え、ああ。乗り切ってなかった。声だけ出たから。ああ。こうやってたよ。で、ダイエット中だから。食べない、食べない。ヒカキンみたいな体になっちゃうよ。ヒカキンさん、うん、まあ昔よりはな。ダメダメダメ。そんなわけわからんもん。あ、ちょっと待って、でもね、うわ、これ味噌好きな人好きなんやろな。ないやねそれ。いや、俺ね、豚骨醤油とかの方が好きなの。あうん、じゃあわからん。まあ好みやな、じゃあ。そう、好み好み。光るやん。光るぐらいやで、あんま産まないって言った。忖度なしって、やっぱやってますから。ヒカルさんは100円でも買わへんって言ってたけど、 その辺はどうか。だから違う味で食べたいな。味噌菌じゃなくて、分からんけど、その何、塩菌とか。なるほどな。ちょっとこの味噌菌は、俺は味噌ラーメン元から食わんから、うん、やっといてお前なんやねんって言われるかもしれんけど、やっといてお前なんやねん。はい、俺はね、言われるよ。味噌はやっぱ、でも好きな人多分めっちゃ好きやと思う。でも麺の感じとかはすごい、あの、美味しいですね。ああ、そう。すすりやすくて、だから塩とかで食べてみたいな。結構進んでるやん。いや、もちろん高レベルの話よ。いや、美味しいよ。なるほどね。もう最強のそのやっぱなんていうの、一風堂とか、うん、一流店と同じ基準で言ってますから。なるほど。俺はちょっと塩菌食べてみたいな。塩菌、まあでもあるんちゃう、マジで。この声が多かったらちょっと塩菌作ってください。で、これは味噌菌がどうとかより、ごめんなさい、俺が味噌ラーメンあんま好きじゃないっていう話でした。変なやつが食うた。最悪。次、米の方いきます。俺、味噌汁とかもあんま好きじゃないんですよ。なんやん、じゃあ。なあ、味噌汁に米入れたようなもんやん、それ。うまそうやな、こっち。めちゃくちゃうまいんかい。まさに、うまいんかい。うまいんかい。なんでこれうまいの。めっちゃうまい。めっちゃうまいやん、これ。ちゃう。違うな。濃厚味噌。あ、こっちも。米めっちゃうまいわ。あ、俺はラーメンより飯派ですね。それで言うと。いいね。ラーメンはもう正直、俺は食べない。俺は飯はでも。ヒカキン様に。立てついた。俺は飯は飯はめっちゃ食べます。お前も YouTube させられへんなるぞ。お前ここでお前ちゃんとお前挨拶しとけ。飯めっちゃうまい。消される怖い。飯めっちゃうまい。いいね。うん、飯はマジで買っちゃうな。あのラジオ終わりとか普通に買っちゃう。味噌菌飯手に取ります。俺はラーメンより飯派やな。味噌菌ラーメンもうまいけど、もちろん、あの、もちろん完食したいってなるぐらいうまいけど、俺はもう一回食べたいのは飯。
では正直なレビューですね。いいや。ということで本当に、気を使わずに正直に、評価した結果、僕は飯は最高にうまいです。おお、いいね、うん、これはあのカレー飯とかの混ぜる感じの味噌、こんなうまいよって感じ。いいね、うん、これマジでうまい。ベタ褒めや。そう、ラーメンはちょっと僕今風邪ひいてるってのもあってちょっと味が分かりませんでした風邪ひいてるし、はい、でも多分最高にうまいと思います。よかった、はい、じゃあよかった。ということで、ヒカキンさんまたお願いします。塩金出してください。うん、皆さん高評価そしてチャンネル登録お願いします。